県前橋の商店街を見ていくのだ。群馬県って高崎の方が栄えてる気がする。ここは昭和レトロ系の動画なんだから少々悲哀がある方がいいのだ。で、ここは銀座通りだって。銀座通りだけあってすずらんという百貨店もあるのだ。ここは前橋のアーケード商店街、オリオン通りなのだ。宇都宮にもオリオン通りってあるね。どっちが先なんだろうか。じゃあ早速前橋のオリオン通り行ってみるのだ。なんか人がほとんどいないんだけど、来た日が悪かったのかな。驚くくらい誰もいないのだ。店もやってないから休みの日なのかな。この店とか潰れているようなのだ。でも看板がレトロな感じでいい感じだよ。これは前橋を中心に世界の方向を示しているのだ。世界の中心が前橋って感じで面白いね。ラーメン二郎も営業してないね。ここはお昼と夜しか営業してないのだ。 Google マップのストリートビュー見たけどお店ほとんど閉まってたよ。じゃあ多分今日も通常運転なのだ。オリオン通りの周辺のお店も閉店してる感じだね。ダンス教室の倒れた看板、かなり古い感じがするのだ。ここも落書きされてて営業してなさそう。通りの看板も色あせてるのだ。ここも夜のお店だけどやってなさそうだね。ロケーション的には商店街のすぐ近くなのに閉店してる店も多いのだ。別の商店街も見てみるのだ。この薬局古そうだけどやってないのかな。ここにもレトロな履物屋があるのだ。こっちは中央通り商店街だって。アーケードもあるよ。オリオン通りより新しい感じがするのだ。オリオン通りよりは人がいるね。確かにこっちの方がまだ賑やかな感じがするのだ。レトロなレコード屋さんがあるよ。演歌専門って感じなのだ。こっちはカメラのお店みたいだね。閉店したのかな。平成29年に閉店したようなのだ。結構お店開いてるよ。この薬屋さんはやってなさそうなのだ。この店は上に懐かしキャラが並んでるよ。ゴジラよりデコちゃんの方が大きいのだ。この店もレトロなおもちゃ屋さんだよ。こっちは何の店か全くわからないのだ。ちょっとレトロな感じのレストランがあるよ。この店はロゴがレトロな感じなのだ。ここも閉店しているようだね。こっちはおばさんファッションのお店なのだ。閉店してるお店もあるけど八百屋もあるし、まだまだ現役の商店街って感じだね。次はこの商店街に続く別の商店街も見てみるのだ。弁天通り商店街って書いてあるね。ちょっと古そうだけどアーケードもちゃんとあるよ。こっちの商店街も人がほとんどいないのだ。オリオン通りよりも古い感じがするよ。この金物屋さんもレトロな感じがするのだ。こっちもレトロな傘のお店だね。メンズウェアの店だけどロゴがレトロでかっこいいのだ。この帽子屋さんの看板もいいよ。特に絵が何とも言えず素敵だよ。この大衆食堂も絶対美味しそうなのだ。この商店街でこの店が一番カラフルだね。何の店かわからないけど、この家
はかなりレトロな佇まいなのだ。ここはモダンな感じのレストランだよ。落ち着けそうな感じだね。店名のロゴはレトロな感じなのだ。ということで、この商店街もかなりレトロな感じだったね。今回はこれで終わりなのだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。